秋元安民から1862年9月22日は、張馬国姫寺藩藩士、国学者。縄正一郎、聖影、五民、逸民,民とも称した。字は、聖釣日、号は空室。新五丸図絵馬。慶応3年9月3日に、姫寺藩選手組の4人によって奉納されたもの。文政6年1月1日。 姫路藩士の秋元宇玄児の次男に生まれる。忍術参考で学ぶ。小野藩客員の多くに高政に支持し、国学、和歌を学ぶとともに、高政の養子になり野口忠影と名乗る。後に、友の信友にも支持する。張馬国未起に支持公開医学。姫路藩の藩校教授になり、姫路藩での尊能上位派の先駆者になる。西洋学問にも通じ、安政三年。 姫路藩主の堺忠明に大型西洋保船の建造を進言する。遭難し、アメリカ商船に救助されたハリマの領民の情報をもとに、安政6年に即鳥丸を建造、浸水させると、続けて、新五丸と金貨丸も建造する。文久2年、藩主の堺忠重に随住して上京。同年8月29日、京都で隠し。 去年39、どっちは、ロザンデラ、明治36年、聖後遺を追贈された。など、多くに高政の別姓が野の口であるため、田尻左辺、増位所見伝蔵保板上特使増位年表、P20、ありがとうございます。